今日は平野翔と目黒蓮についてジャーニーさんが話すみたい。私は足立区役所に行ってくるけどね。バイバイ。ちょ待ってよ。ちょっとゆうたちに話を聞いてほしいんだけど。いいよ。ティアラたちが怒っているわね。またあの人たちずっと怒ってない？今度は何に怒ってるの？ソレスノーがゴールデンで放送されることが決定したでしょ。その発表のタイミングに激怒しているのよ。タイミング？もっと発表をじらせてくれとか？違うわよ。平野の誕生日に当てつけるかのように発表したのよ。それは考えすぎだよ。偶然だよ偶然。それが偶然ではなく必然。いや、むしろわざと平野の誕生日に合わせて発表したのよ。そうだとしたら性格悪いよね。すごくね。でも目黒が指示したことだと思えば納得がいくけどね。え、目黒が指示したの？何のために？知らないの？目黒は心底キンプリの平野のことが嫌いなのよ。なんで？平野に嫉妬しているから？目黒は平野の手の爪の形に超絶嫉妬しているの。爪？なんで？知らないわ。ただその嫉妬心が強いゆえ様々ないたずらを平野にしてきたの。どんな嫌がらせをしたの？平野の衣装に草屋の干物をこすりつけたり、靴にひき割り納豆を流し込んだりしたんだよ。それはきついね。そうでしょ。だから今回のことも平野に対するよくわからない抵抗なのよ。じゃあ目黒を退所させれば？